おいしょ、おはようございます。はい、おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。で、自己紹介する？早いけど、ケイさんや、やっちゃいますか。よっしゃ、じゃあこっちから。はい、スキャンダルのジュンと言います。よろしくお願いします。臭いぞお前。臭いぞ。わけわからんぞ。スキャンダルの北条圭です。お願いします。おい、どうも。これ全部言っていいのか。うん、いいよ、全部言っていい。どうも、昨日の放送見てた人、もう本当に名前とかあげるのやめてください。ファングとスコールでアドバイザーやってます。そしてバーブーやってます。今営業してます、信長です。お願いします。イエーイ、お願いします。いいね、あまねはん、あまねはん。イエーイ。もうケイさんやって言ってる。俺のことさん付けで呼んでんの。はい、どうも。はい、どうも。あまねまきです。俺がお前ら金持って主張してるか。それまた話が変わってる。お前ら金持って主張してるか。やめろやめろ。別枠放送や。してない。別枠放送になるからやめてくれ。オッケー、ほな行こう。はい、あれ、もう一人来るやんな、今日。今日、あれです、特別ゲストが。特別ゲスト2週連続にわたって、うん、あ、そう、頭消えてるけどね。言ってた、あの例の方が来るんで、うん、とりあえず、楽しみしててください。もっとコメントちょうだい。モスキャン行かない。はい、ここあ、そうです、正解。それ言ってよ。その子正解。モスキャン行かないに対して背景と頭がどうか。バッ、そうそうそう。俺もやね、俺も同化してんねん、これ。おー、意外に。おー、すげえ。俺の服、浜ちゃん。はい、はい、すいません。で、はい、どうぞ。え、これどうやるんすか。これ、ブルーバックなんで、言ったらこうしてここまで行ったら、俺の顔浜ちゃんみたいな。おチーム行きますか。おー、つけた。オープニングコール行こう。もうじゃあオープニングコール行きますか。はいはいはい。お前ら金持って視聴プレゼントは CM の後。はい、どうもー。はい、どうもー。もうちょっとボールペンと、ボールペンちゃうわいな、ホワイトボール持ってって。はい、はい、ホワイトボール。まあ、ちなみに何人か多分分かってると思うんですけど、今電話かけて出ないんで、多分もうちょいしたら来ます。あまねはん、直樹に登場に挑むね。何のことか全く分かりません。何のことか全く分かりません。分かりません。うん、何のこっちゃ分かりません。何のことやろうね。直樹さんって人がいるんやね。で、登場さんって人がいるんやね。背景前までのがいいって。ん？なんで？背景前。はい。今多分ね、ドナイヤが来ました。ドナイヤが？ドナイヤが来ました。たこ焼きですか？じゃあ、ちょっとボードください、ホワイトボード。ブー飲めよ、飲みます。とりあえず乾杯しよう。そうだね、乾杯しましょう。お疲れ様です。今日も一日お疲れ様でした。明日も一日よろしくお願いします。はい、はい、今日のテーマ。右の人ゲイでしょ。今日のテーマ何やと思います。分からへんな、誰か喋れや。あれ、野々村議員は来ないですか。野々村来へん。来ないっすか。オファー中一番左誰だって。どっちかな、こっち。あ、こ、多分こっちっすね。こっち初登場だよね、これね。そうですね。あまりはんビーナスの番組も来てくれないの。たまに行きます。正直だるい。2日連続だるい。やばいな、スキャンアンチがすごいな。うん、もうありがとうございます、本当に。じゃあ今日の1つ目のテーマ、はい、もしもシリーズ、イエーイ。ブーです。俺じゃないかな。じゃあ、もしも、はい、近くに脇毛がいたらどうするか。脇毛。やだ、はい、もしかしてだけど、もしかしてだけど、はい、近くに脇毛がいたらどうするんじゃないの。右
から豚甘根半ちょ待て左打たれは知らない、ちょい待てい、はい、脇が開いたらどうしますかみんな、どうします脇が開いたらどうぞ、いやーこれはもう複雑だし、隣に脇ががおったらどうすんねんどうすんねん、はい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 、書いて脇がのやつお前ら絶対自分で気づけよ、迷惑やからな、おい脇が気づいた方がいいと思います、視聴者で私脇がって人おる、すごいな逆に視聴者で私脇がだって、それほどこの中で一番脇毛っぽいの誰って言われます、脇毛脇かすヤクザみたい、誰がやねん、脇がの人おる、ホストです、ホストです、いやてかホストって書いてるから、あーホストです、俺違います、これ消すのないな、コメントするしすぎ、コメントはい、コメントのやつちょうだいよ、店に脇がの人いますか、いたとしても言えません、ごめんなさい、芸人と芸人と芸でしょ、よし、右から豚、あーすいません、ありがとうございます、右からこれ脇がで、あらば行っちゃった、せいです早いですねここでバラしちゃうんですね、歌あかんかった、じゃあ脇がじゃないですこの子、それは違うもう治りました、待って、もう今日つまんなくない、大丈夫、アクション、とりあえずコメント拾うよ、緊張してるのと画面が見えないです、はい、コメント拾うよ、状況否定しないと否定しろよ、お前店に脇丸の人いますか、左の人がだから脇がやってあ、元っす、そのまま行っちゃうとマジで出演者脇がってなるよ、こんばんは、はいこんばんは、はいこんばんは、こんばんは、じゃあいいっすか、でも普通に、はい、まあ僕からはいもう淡々と行きましょう、脇ががいたらどうするか、じゃあじゃん、ごめんなさい漢字わかりませんでした、見えるか、とりあえずアルコール消毒、グイグイ、えグイ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 、ええ怖っ、顔面レベル低い店だな、お前も行くよボケ、言うだった、俺店関係ないから、言うだった、隠すれ、言うだったちょっと待って、お前も行くよボケ、おい書くってマジで本当やめろって、マジで本当やめろ、右から3番目もっといけるでしょトーク、意味がわからない左から3番目は、ああそういうことか、そういうことね、あ左から3番目俺や、おー俺や、誰やねんな、俺やはい、じゃあ、はい、脇がいたらどうしますか、とりあえずスプレーを買います、真面目、じゃあ見るんすよ、ボケお前、真面目、はい、すごい真面目、ちょっと真面目に行きます、とりあえずすごい真面目、はい、で、はい、もう書いてないですけど、行っちゃっていいですか、いいよ、ケツ毛バリカンで剃ってさ、バリカン壊れたことあるって聞きます、誰かを指してますよね、じゃあ俺脇がの人がいたらどうするか、はい、とりあえずちょっとだけ向こうで、うん、はい、俺脇がの人がいたら、はい、ダダン、泣きじゃくる、はい、泣きじゃくる、最近流行りの泣きじゃくる、あまりはもっとぶっこんでよ、ぶっこんでいいの、ぶっこんでいいの、3人になったかな、ゲってゲイ君どうやって処理してるの、ちなみに脇屋の人と付き合えるか付き合えないかアンケート取り、アンケート取りましょう、脇屋の人脇が取れる、付き合い、どっち、これちょっとアンケート取ろう、09054、これ信長番号ちゃん、これはい、左から2番目の笑い方直した方がいい、まあよく言われますね、無理やな、全然 OK、 付き合えるんかって、はい、取れた、下品うるさいわ、うん、結構今日ぶっ込みますね、うん、はい、グーイ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 、今日はまだまだこれから、どうなの、脇が、はい、脇が代表としてこう、なんか脇が代表ですね、これちょっと遺伝ってやつでちょっと治らなくて、手術するか今はもうスプレーを買うかで、声張れや、
すいません。ちょっとグイグイした後はちょっと声が腫れなくて。で、はい。じゃあ脇がラップ、脇がラップして。脇がラップ。おお、したこと。お、懐かしいだラップ。脇がラップってなん、え、そんなんあり。脇がラップ。匂いのやつは大体友達。はい、面白い。ありがとうございます。脇がラップしよう。脇がラップのコーナーってなってる。え？はい、もうコーナー変わる。ズンズンチャ、ズンズンチャ、ズンズンチャ、ズンズンチャ。俺は遺伝で脇がだよ、はい、俺の母親脇がだよ。そんな俺は脇がです、はい、スプレーコロコロ使って直す。イエーイ。まだ行く？イエーイ。スプレーゲット来ました。おいしょ。ごめんな、一人脇がおるけど。熱いっす。こっちよりか。いや、もう一人脇がおるから。全力で、全力で、全力で招集してます。こっち、はい、こっちおいで。こっちおいで、脇がおるから。それ脇がやからな。それは危険。熱いっす。はい、陸でーす。大崎大先生でーす。おはようございます。大崎大先生です。申し訳ない。すいません。おはよう、うさぎ。おはよう、うさぎ。おはよう、うさぎ。よいしょ。すいません。右の人はシンプルに汗が臭そう。正解です。こいつ、あの、うちの新しい従業員。オリエンタルランドからでも俺、あの、アンソレンスもしゴキブリ出たら、あ、あれ新しい従業員って言うよ。そうやろ。同じ感覚です。あれ俺ゴキブリどこやった？俺え？俺ポケットにめっちゃゴキブリのもと入った。あ、本当だ、今日スタバじゃない。あ、どうも、初めまして。スタバじゃないです、大崎大先生。なんで知ってんの？って。本当だよ。お前ってさ、09054やったっけ、カツラ。うん、誰だろう。09054。おーい。で、スタバ同行いう時点で、あの、視聴者の人みんな被ってるんですね。そうなんだね。そう、俺だって昨日、見たいですね、昨日、うん、あの、僕、昨日オーバー、まあ、冬月グループオーバーのニコ生出たんすよ。あ、そうなんすか、裏切り者。いや、あのね、先週、先週、まあ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 昨日見た？昨日見てなら多分分かってると思うけど、あの、本名とかいろいろなんかされたのね。あ、よかったよかった。見るのやめて。サンキューです。それで新しいの来ましたね。7754。いっぱいいた。先生 KP って俺？ちょっと、あれだな、あの、マキ兄に改めて紹介してください。はい、はい、紹介します。どうも。見たクラブスコール、大崎先生です。よっしゃ。よっしゃ。大崎大先生でございます。おはよう、大崎。おはよう、大崎でございます。まあ、なんかさっきね、コメントでマキさんと仲がいいのみたいなコメントがあったんで答えるんですけど、あまねマキさんとは3年半ぐらいになるかな、もう。どうだろう、3年から、うん、3年半ぐらいですかねの、付き合いです。どういう流れかっていうと、僕が歌舞伎町で他店でやってる時に、コンフィデントっていうお店があって、で、そこに移籍して、そうだね。で、そのお店の先輩がマキさんで、で、まあ今のね、カリスマたちが幹部であったり幹部じゃなかったりみたいなすごい店だったんですけど、で、そこのお店でずっと仲良くしてもらってて、まあいろいろね、あってこう目指すものが違ったりとかいろいろして、まあグループが冬月グループになったりとかね、大人の事情でね、いろいろあったんですけど、いまだにまあ個人的にすごい仲良くしてもらって、で、まあ陸の後輩がまあ、コンフィの頃飲みに来たんやけどね、まあ僕の先輩の手違いで、その時入れなかった、ちょっとムカついたみたいで。え、それはなんかお前さんがこう偉そうやったから。あぁ、そうだ、そう、ね、危ないよ、今日の危ない、今日のニコ生危ないよ。危ない、まあいろいろあったんやけど。スコール会いつなの、ちなみに。スコール会、あ、スコール会は、してる、冬月グループなんですけど、僕は11店舗あるんで、11週に1回だから、要は3ヶ月に1回ですよ。マジか。だから、もしかしてだけど、もしかしてだけど、
あまあね、牧野ちょっとええ感じに出てる方が多いんじゃないのってなるかもしれないです。文字数めっちゃ余ってるけど、いただきます。うっすー、いってらっしゃい。いってらっしゃい。これあれやな、おお先、はい、お先ついたあだ名は滑り台ぬるアイスないですか。 CM 行こう。それでは CM スタートだ。シミズバドゥ、お前のことが好きやけん、ずっと一緒にいるさ。本営と書いてマジなんだよ。お前の太陽に俺はなりたい。ダメかな、誰の女にもなるな。俺の女じゃない、プロポーズされたいならソウル。レイさんは本当いつもかっこいいな。当たり前でしょ、私はここに通ってるのはレイがいつもかっこいいのは俺じゃない、俺のお姫様。やめられない、止まらない。 BS グループ、直樹です。はい。さっきね、CM なかったから分かんないんだよね、多分ね。どうも直樹です。本当に。これいつもやってる。ほんまに会うたび謝らなあかんと思ってる。本当に。すぜんまい。マジで。ね。はい、CM 開けました。開けましょう。じゃあ、スコールなら本編と書いてマジなんだよ。はい、グイ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 、よーしよーし、アイス入れや、これ承知だけ、よし、プーさん飲む、プーさんが飲む、やるならマットゲイが完璧にやって、おらっと、俺ゲイじゃない、やるならマット、女の子が大好きです。あ、モットってことですね、多分。じゃあ、はい、すいません、あの、僕、うん、遅れてきちゃったんで、すいませんでした。あの、改めて乾杯をやってもいいですか。よっ、ね、よっ、乾杯で、よし、ほんまにアイス欲しい。あ、これほんまに、はい、あ、喉乾いた、うん、で、何かないあの、じゃあ、あ、僕はいいですか、言ったの、ちゃんとフルネームで言うの初めてぐらいかも。あまねまきさん、あまねまき、はい、大丈夫、うん、大丈夫らしい。あまねまき代表、あまねまき代表、ちょっとええ感じオープン先々週だけど、おめでとうございます。おーっす、おーっす、おーっす、よいしょ、おーっす。ポイント返してマジなんだよ、青のジャケット言ってくる。乾杯しったら、はい、グーッとグ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 ッと参りましょう。え、俺それ知らない、これさっきなんで知ってんの、ここね、これこれ初回の女の子がね、やってました、ね、じゃあやりましょう、今日も、はい、やりましょう、やっちゃいますか。アンケートタイム、よーし、肉に触る。それではアンケートタイムいきましょう。羨ましいやろ、羨ましいやろ。じゃあお前からアンケートタイムやれ。痛い痛い、アンケートタイムやれ。どういうことを聞けば、何でもいいよ、何でもいいですか。俺だったら付き合ってもいいなっていう人いたら、はい、じゃあまさきと付き合ってもいいなって思う人あ、もう早くも無理だって人、ちょっとやろう、これで無理だった人強調して、自分挑戦するね、やばいね、すごいな、やりましょう、やりましょう、ファッションチェック、すごいな、いいね、このコーナー一発目からお願いします。かっこいいな、まさき、そういうの好きだよ、俺多分書いてるやつ分かるぞ、ね、大崎先生のファッションチェック来た、これ、もしかしてリクさん、信長から離れてる無理だよ。あ、七夕だしね、うん、じゃあとりあえず、はい、七夕だ、あ、やってください、じゃあお願いします。っていうか、たぶん1% でもいってくれればな、3連続で無理、僕のファッションチェックって言ってる人はうちの番組見てる人です。え、うちの番組見てる、でもですよ、確かにあのうちのね、お店とか結構ね、あのおしゃれな人多いけど、マキさんと俺とあ、俺、あ、そういうことや、ノブさんとね、イケメンこんな2人いるから、いや僕初めましてなんですけど、いや、イケメンじゃあ誰がヤバいかっつったら、まあ、プーさんも入れてね、プーさんだよ、
こう、この1,2,3,4,5,6 人でアンケートみたいな。おー、なるほどですね。はいはい、面白くないですか。やろう、プーさん強えな。とりあえず答え1回じゃあ出そう、まさきの。まさきの答えはどんな感じですか、今。うん、ちょっと地味にへこまんかい。6人でアンケート俺いい人が、じゃあ6人で誰が一番おしゃれか。あ、おしゃれか。おしゃれ、プーさんも入れてください。おしゃれっていうか、これ透けてるからな。ほら、あ、こっちか。てかプーさん多分こんなんだよ。役職やばいっすよ。プーさん役職やばい。役職がプーさん役職やばいんだ。一流企業で、あ、そっかそっか、幹部やってるから。オリエンタルランドっていう有名企業。そうだな、そうやな、オリエンタルランド。まあ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 、よし、一番金。じゃあ誰がおしゃれかやってください。うわ、売り上げすげえな。まだ出へんな。よーよよよ、これゲイのあの LINE ID って俺じゃないか。いやいや、出る間にじゃあみんなのファッションポイントみたいな。ああ、確かに。はい、じゃあノブさん。はいはい、ニット帽。はい、これね、わかりました。はい、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 まさき、はい、まさき、大丈夫です。まさき、立って、はいはい、ファッション、話聞いてた、お前。お前、ゴーハーブやってる？いやいや、名前です、名前です。目おかしいよ。いや、ゴーハーブやってる。軽くへこんでるだけです。ゴーハーブやってる。あす。若干目おかしいぞ。ケイがゲイに見える、それホスラブネタですね、どうも。え、でも、向こう向くと、ちょっとマヨさんっぽいですね。どうも。後で殺されるパターンですよ。脱法じゃないの。脱法じゃん。チャック開いてる、誰が。マヤさん、多分似てるって言われたら怒るよ。そうっす。逆にね。絶対怒られます。お願いします。はい、じゃあ、5位からいきますか。はい、5位。5,4,3,2,6,1。はい、もう最下位が2人いるんです。最下位 K さんです。最下位 K。 嘘だろ。6人でプーさんも入れたんで。ちょっと待って、俺嫌な予感しかせえへんねんけど、大丈夫か。いいや、俺は大丈夫。俺はあの心が強い。俺は心が強い。来い、バッチ来い。最後が6番目が2人いるんで、5位が K さん。5位 K。 はい、はい、4位。はい、俺。で、デクさん。はい、デク。お、こいつに勝たなきゃあかねえ。1位が、確かプーさんです。お前ら目おかしいんか。じゃあでもそう考えると実質の1位は俺になるよ。だってお前違うだろ。そうっすね。ほら。あプーさん。さんおう、いいよ、チャック開いてないよ、チャック開いてないよ。じゃあ、まさきと信長、どっちもうほんま勘弁して。どっちがやれば。あ、ほんまに勘弁して。二人でみたいな。ほんまにやめて。俺泣くって。もうそうそう、そこ俺、ちょ待って、4週連続ぐらいで俺泣きそうなんやけど、大丈夫。どっち、どっちがいいかやりましょう。大丈夫です。今回勝てる見込みありますよね、でも。あの、でもね、じゃあ、多分含みたら分かると思うけど、めっちゃおしゃれやし、多分かっこいいから。てか俺今日あんまり下ネタ言ってないけどさ、なんで言わないか言っていい、うん、はい。俺、おかんにあんたの番組一瞬ネタばっかりやなって返せなかった。返せなかった、ほんまに。つらいやん。ってことは見てくれてるってか、あの YouTube で見てるのか知らんけど。はい、YouTube で。すごい。なんかいつもお世話になってます。おかん呼べ熱、呼べ熱。おかん多分見てても書き方分かれへんと思う。あ、まさきと LINE したい。マジっすか。ちょっと LINE してください。ほんまに。やるならどうだ。こいつの格好デンマあり。デンマあり。デンマありって。まさきと信長やるならどっちやねん。けね、信長さんの代わりに野々村でいいよ、もう。あ、これ俺指名の子はどっちもやんないで。これちょっと待って、俺デンマなんかすげえデジャブなんだけど、これ大丈夫。あのデンマありでやれるかやれへんかのローターと。デンマはセーフでしたよね。デンマはセーフ。デンマはセーフでしたもん、ね。デンマありやったらまあシャーなしやってでもいいかなみたいな。俺出ました。はい、ブーはこういうですね。そうです。いや、何も来てねえよ。うわ、おぉ、じゃあ勝ったまさきさん。おぉ、俺が勝った。ちょっと待って、まさきさんだよ。ごめん、失笑をやめてください。まさきさん、野々村さん来てください。野々村さんじゃない、まさきで大丈夫です。あのまさきさんね、俺ぶっこんでいい。あ、
ぶっ壊すか。え、じゃあ分かった分かった、俺のせいじゃないからね、俺のせいじゃないからね。そんなマキニーのぶっこんまで3321。ぶっこんでいい、まさきさんね、はい、まさきさんについてぶっこむっすよね。はい、3321。うわ、知らね。じゃあ、まあ、ちょっと待って、あの、さっきコメントで、コメントで何をぶっこむか聞きたくないですか。まさきさんについてぶっこむって言ってて、二人が、いや、俺はこっちのまさきさんに言ってもらおう。じゃあ、俺はあっちのまさきさんに。これすごい回だぞ、あっちのまさきさんにもぶっこむ。え、じゃあ、どこのまさきさんにぶっこむっす。ポケモン、俺じゃあ、俺ポケモン、ポケモンでいいやつ。あと、これ分からないようにしよう、分からないようにしよう。まさき、はい、ぶっ込むぞ。はい、うん、はいって言ったからな。はいはい、お前後でお前謝ってこそ話やからな。で、了解です。じゃあまさきくんのせい、ゲイに犯されかけました。はい、どそうです。で、泣きながら店に帰ってきました。おおはい、桜庭さんのこと。そうですね。それを、俺は動画に撮られてます。動画に撮られたの？俺が店舗に戻ってきて号泣してるところを笑いながら、そう、誰に笑われながらやるの？ぶっこんじゃう。あれですね、アンソレン、アンソレンスさんの、うん、あの、アケミ、あの、副主任あの、大好きな先輩なんですけど、あの時はちょっとぶっ殺そうか。え、どう犯されたの？ちなみにどう犯された？あれですね、ベロベロに酔わされて、もう、あれっすね。どこまで行った、どこまで行った？挿入間際です。どこどこってこと、前儀まで行った？あ、そうっすね。前儀まで行きました。フェラチョした？あ、された？しましたね。したおぉ、ちょっと新しい発見をしたんですけど、俺はもう耐えきれなかったです。フェラチョしてどんな気持ちやった？あ、死にましたね、とりあえず。もうえ、どこに出たん、それは？それはさすがにもう、どっかに。あ、出させたけど、フェラチョさせられた。はい、それはもう死にたくなる。で、すげえ。で、泣きながら店に戻ってきたら笑いながらムービー撮られるっていう。ケタケタ笑いながら。これ、ごめん、どっかに出したけど出すまでがやった。そう、いや、それは分かんないです。そこら辺の記憶がもう曖昧です。初耳だった、びっくりした。今、隣ですげえ会話してる。誰か、その相手が誰かっていう、それは言えない、ほんまに。めっちゃすげえ会話してる。これどちらかというと、その日いくら使ったか気になりますけど。はい、その日いくら使ったの？3、2、2、1、1。いくら使ったってこと？そう、いくら使った。どこでってことですか？お店で、お店で。アップやんな。お店でどうやったか、何も使ったか。いや、それはなかったっす。え、初回？あ、そうっす。初回でやばいっすよね。初回でとりあえずもう終わり。じゃあちょっと、俺ベロベロになっちゃったんで、ほとんど覚えてない。もう時間なんだよ。え、これ30分。うっすよ。じゃあそんなリクのぶっ込みです。3、3、2、2、1。どっちのカメラ？もうやばいやばい。あ、このフル。3、2。マキニーの秘密。あ、でもなく黙り込んだことにすかれ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。